氷川きよし同じ境遇のみんな頑張ろな、両親にできることは全て全力で、父の大好きなイカ料理で親孝行。歌手の氷川きよしさんが22日、自身のインスタグラムを更新。父親が大好きだというイカ料理を親子で堪能したことを綴りました。写真を見る氷川きよし同じ境遇のみんな頑張ろな、両親にできることは全て全力で、 父の大好きなイカ料理で親孝行。氷川さんは久しぶりの佐賀県の予備子のイカ。父も自分も万房が大好きと海中レストランの予備子万房に行ったことを報告。いつの間にか高齢になった両親にできることはすべて全力でやってあげたいとした上で、父母に腕もらい働いてくれて一人っ子の私に愛情たくさんかけて育ててくれた。 と感謝の気持ちを綴りました。最後は、自分に今できるベストのことをしっかりやる、同じ境遇のみんな、頑張ろな頑張ってる人たち、偉いよ、と呼びかけました。インスタグラムには、美味しそうなイカの刺身やゲソンイカシューマイの写真とともに、氷川さんの父親の手は水槽の前で映り込み、父の手が笑い、とリアクションした微笑ましい動画も投稿されました。 SNS 上でファンからは、親は子供が元気でいてくれたら、それだけで嬉しいけれど、親孝行いっぱいできてよかったね。いつも親孝行な優しいキーちゃん本当素晴らしい弟様も嬉しそうで、親子の絆を感じさせます。などのコメントが寄せられました。氷川ワキヨ同じ境遇のみんな頑張ろな、父との親孝行ショットでエール、一人っ子の私に。歌手の氷川ワ 47が23日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。写真あり、カジュアルなショーパン姿の美脚オフショット披露。氷川は久しぶりの佐賀県の予備校のイカ。父も自分も万ンが大好きと佐賀県の名店を訪れたことを報告。 いつの間にか高齢になった両親にできることはすべて全力でやってあげたいと切り出した。続けて、父母に産んでもらい働いてくれて一人っ子の私に愛情たくさんかけて育ててくれたと告白。自分に今できるベストのことをしっかりやる同じ境遇のみんな頑張ろなと呼びかけ、頑張ってる人たち偉いよとエールを送った。またストーリーズでは父の手が、 小、ショとコメント。魚の水槽に向かって手を振る父の姿や、イカシュウマイなど料理の写真とともに、父の楽しみの一つと、餌やり体験を楽しむ様子を公開した。これらの投稿に SNS では、弟様も嬉しそうで、親子の絆を感じさせます。さが。バンボウ。いいな、イカ。親孝行いっぱいできてよかったね。などの声が寄せられた。